レスリーちゃんは、香港出身の歌手、俳優。愛称は、カカ。身長174センチメートル。血液型大型。香港の裕福な家庭に生まれ、住人兄弟の10番目なので、幼名は、15。父は、ハリウッドスターなどを顧客に持つ、有名テーラーで、宝石工場の経営者。母は事業に忙しく、レスリーは、祖母の家に預けられ、 六年と呼ばれる馬に育てられる。1969年、13歳になると数学で単位を落とし、英国東部のノーフォークに留学。その後リーズ大学に入学し、テキスタイルを専攻するが、父が病に倒れ学業半ばで、香港に帰る。中国語の学力を心配した母の勧めで、中学5年クラスに編入。その後しばらく父のコネで入った弁護士事務所や、 自分で見つけた販売員の食などを転々とし、家族とは離れて暮らす。1976年、友人と共にテレビ局主催の歌謡コンテストに出場し、アメリカンパイを歌い準優勝。翌1977年から歌手として芸能活動を開始するが、しばらくは下積み生活に甘んじる。また、この頃親しくしていた女性の裏切りにより生活は、つさみ。 金銭的にも精神的にも苦難の日々が続く。1983年に風継続武器がヒット。1985年にはモニカが大ヒット。一躍トップアイドルに踊り出て、以前からトップアイドルだったアランタムとライバル関係になった。ファン同士の仲の悪さも有名で、アランのファンから必要な嫌がらせを受けた。その影響もあり、 1989年に歌手引退宣言しカナダへ移住する。しかし半年後に香港に戻り芸能界に俳優として復帰。俳優としては1982年にパトリック・タム監督のレズリーちゃん嵐の青春に出演し、後のウォンカー・ウワイ・ラ・ニューウェーブに影響を与える。その後はいわゆるアイドル映画に出演。 そして1986年に男たちの番下、1987年にはチャイニーズ・ゴースト・ストーリーなど数々の大ヒット作に出演、香港映画界の金字塔を打ち立てる。1990年、ウォン・カー・ウアイ監督の欲望の翼で香港電影金像、進主演男優賞を受賞。1993年には中国のチェン・カイコウ監督のサラバ、 我が愛、オ応ベッキに出演、カンヌ国際映画祭パルムドールを受賞。1997年のウォンカー・ウアイ監督、ブエノスアイレスは、日本の短観上映記録を塗り替える、大ヒットとなる。1994年、ピーター・チャン監督の君さえいれば、禁止玉曜出演をきっかけに、楽団復帰。2000年に開催された、コンサート、パッションは、衣装設計を、 ジャンポール・ゴルチェに依頼。そのファッション性や斬新で圧倒的なパフォーマンスで大成功する。日本でも大宮、横浜、東京、大阪、名古屋、福岡で開催され成功を収めた。この年の音楽賞レースでは若手アイドル歌手を蹴散らし6曲同時に新曲がノミネートされるなど、レスリーは歌手として第二の頂点を極める。そして念願だった。 映画監督になるべく多くのミュージッククリップや TV ドラマ、短編フィルムなどを撮影した。監督デビューは1996年、夢かける人、式場男女での劇中ポルの映画、式場男女。2003年4月1日、香港の最高級ホテル、マンダリンオリエンタル香港より飛び降り自殺。46歳没。レスリーちゃんの命日に集うファン。 自殺の原因については、1年ほど前からうつ病を、患っていたとされている。遺書が残されており、長年姉と仕立った沈殿ガスへの感謝と、お詫びが記されていた。自殺の現場になった、マンダリンオリエンタル香港の門前にはファンによって、多数の花束と死を痛むメッセージカードが捧げられ、同ホテルの門前は、黒山の人だかりになった。葬儀には、 香港の芸能関係者のほとんどと、ファンが3列。香港のみならず、歌人社会が悲観にくれたという。2005年11月8日に、香港郵政は、記念切手、香港流行り歌星香港ポップシンガーズを発行した。切手には、香港音楽史に足跡を残し、若くして亡くなったロマンタム、アニタムイ、ウォンカークイ、ダニーちゃんと共に起用され、レスリーはサンドル切手に登場した。 2007年12月に日比谷公園に熱心なファン120人の賛同によりレスリーちゃんの思い出ベンチが設置された。ベンチのメッセージには賛同者120人からのレスリーへの思いが込められている。ありがとうございます。